さて続いてのステージはジョッキートークショーのお時間となります。ぜひ皆様前の方にお集まりください。さあ今回の MC は金山騎手ということで、サガリベンジャーズでもよくご出演いただきまして、コミュ力がすごいので皆さん楽しんでいってください。さあということでございまして、ジョッキーの皆さんよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日は本当お集まりいただきありがとうございます。今回、まあそうですね、MC、まさかのゲスト側ではなく MC という形で出演させていただく金山です。頑張りたいと思います。お願いします。まあ、それでは早速ゲストを紹介したいと思います。ではそうですね、近江騎手からこう順番に一言ずつ自己紹介を軽くお願いしたいと思います。ブルーオーシャンこと近江大輝です。今日はよろしくお願いします。鴨翼です。よろしくお願いします。中山亮です。よろしくお願いします。ライオン王子やろお前、はい。まあ皆さんありがとうございます。まあそうですね、あ、座って、あ、ボコンサーですか。第2部はこちらの3人の、まあヤングなジョッキーの素顔にバンバン迫っていきたいと思います。今回も事前に投票ボックスに投函してもらった皆さんのご質問にこちらの3名の騎手が NG なしのガチ回答をしていただきたいと思います。はい。そしてなんと質問が採用された方には今回の出演ジョッキーからのサイン入り T シャツがプレゼントされるとのことです。最後まで楽しんでいってください。やばいやばい、大読み大読み。まあそれでは、まあ、早速ですが、あの第1問どれか、そうですね、ちょっと読んでいきたいと思います。これえっ、ー、と整理番号2番で、砂馬さん、僕への質問ですね。いきなりまさかの僕からの質問ですね。はい。読んで、じゃあ。ジョッキーとして成し遂げたい夢は何ですかということです。そうですね、僕は、まあ、すごく真面目な話になってしまうんですけど、まあそうですね、とりあえず一戦勝したいなと思ってます。それが今僕の夢ですね。逆に近江は何かある？ジョッキーとして成し遂げたい夢、そうですか、いつか自分の厩舎で重賞を勝てたらいいなって思います。カモは2戦勝したいです。超えてきたな。いや僕はじゃあ3戦勝したいですね。いいね。でしょ、なんで喧嘩腰なの、ちょっと。いや、まあじゃあまあじゃあ次の質問に行きたいと思います。よし、いや、もうお前取れ。整理番号34番白いカモメさん、まあ、推しジョッキーはカモ騎手ということで、カモにじゃあ質問、彼女にしたい牝馬はいますか？はい、昔いました。元カノ？どういうこと？もう耐久した。名前は、エコロペガサスとサンマルマオリオ。あ、マオリオちゃん、あれ一応。いや、女の子さ。女の子か。あ、くんじゃなかった。あ、ごめんごめん。
じゃあレオは。僕ですか。うん。難しいですね。なんかいます。知らない。何でよかぞ、なんで。今思いつか。今思いつか。男は。男っすか。それやばいやろ。男はやっぱあれですね。初勝利した TM 奇跡団ですね。あ、はい。オービーは。僕はもう前頭ですね。前頭。ハーレム気づくなってお前。誰でも誰でもいいです。誰でもいいダメやろ。そこはピョピョピピピって言うとけお前。ではまあ次の質問に行きたいと思います。整理番号どれ、うん、整理番号108番、お名前ゆりか、あなたの最推しジョッキー、近江、あ、これ読まんでいい近江大輝騎手、うん、近江騎手は料理はしますか。料理はしませんじゃあ普段の食事はどうしてるんですか。はもう買ったりですね。あ、できないです。外食が多いですか。外食が多い。そうですね。しようと思えばできます多分。こう何作れるんですか。それはもう言ってもらったら何でも。おお、できます。じゃあ今度ハンバーグ作って。はい、楽勝ですなんかまずそうやな、やめとこう。カモはなんか料理できる。僕もやろうと思えば何でもできますよ。本当かお前。はい。お前一番危ねえぞちょっと。いや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 。いやここ3人みんな危ねえわでも。いや本当自信あるです。本当自信ある。マジで。はい。刺身とか出してくんだよお前。切っただけやけんな。え、レオは。めっちゃ自信あります。マジで。はい、どんぐらい自信ある？一番自信あるです。一番自信ある。マジで。マジで。はい、何作る？スクランブル。勝負するか。スクランブルいいな。いい答えやな。ありがとう。次の質問に行きたいと思います。お、これレオ、レオちゃんと読むよお前。これ俺やん。整理番号43番、アリクルさんで、好きな回転寿司のネタを教えてください。同じの食べたいのでだそうです。おレオのファンからですね。レオのファンで、納豆巻きですね。寿司屋行って納豆なん。筋肉。え、カモは、まあ、無難にマグロ、サーモン、その辺です。マグロ、サーモンね。ゴミは何ある。僕はイカ2貫です。おザブトン、ザブトン、ザブトン1枚。大久保さん、ザブトン1枚ではまあ次の最後の質問かな。最後の質問に、まだいいですか。そしたらまあ次の質問いきますね。整理番号118番で、石本大我さん、近江騎手に、はい、好きな女優さんは。好きな女優さん、好きな女優は新垣結衣さんでした。でした。結婚したから。そう、結婚したから。もう、あ、じゃあもう自分のものにはならないと。もう諦めました。諦めたか、失恋したか、はい、お、あ、カモはいないです。いない、はい、それは何、知らないって感じ。女優さんを知らない。知らない。あ、レオは。長野芽衣さんです。分からん、ごめん分からん俺。え、あ、なんか追加で欲しいっすもん。そうですね。じゃあなんか時間がちょっと余ってるらしいので、なんかどなたかもしよければ質問があれば何でもいいですけど。おい、あ、マイクいらない。マイクいらない。馬とのコミュニケーション。馬とのコミュニケーション。名前何くん。翔太くん。翔太くんから
馬とのコミュニケーション取り方どんな感じで取ってる？近江から順番に。どんな感じで、うん、コミュニケーションの取り方、撫でてあげます。撫でてあげるくらいです。くらいカモは朝仕事終わってから遊んでもらってます。遊んでもらってる、はい、終わってから馬が馬房入ってる時に、いやいや僕の全部の仕事が終わってからもういろんな馬に遊んでもらってる。いろんな馬に遊んでもらってる。例えばどんなことしてもらってる？この辺ペロペロしてもらったり、この辺噛まれたり、噛まれたり、あとボール遊びもしますよ。ボール遊び、はい、器用やね。いやうちの厩舎は器用な子多いんですよ。お今度遊び行くわ俺も。どうぞレオは、ま、一番馬をかわいがることですね。はい、どうかわいがってる？めっちゃ。いやめっちゃって言うとどうかわいがってる？いやもうあれですよ、撫でまくりっす言い方がちょっと気持ち悪い、ね、なんか気持ち悪い。他になんか質問ある人いますか？何でもいいですけど、はい、何好きな馬さん、好きな馬さんは何ですか？はい、ちなみに僕は一択でモーモレットです。難しい。好きな馬いかにか。好きな馬、そう、思い出ある馬なら、あの今2歳のエリスピールっていう馬がとっても苦労したんで、その分思い出あります。エリスピールね、九州さんやっけあれ。そうです、九州さんね。カモは、僕は大門ですかね。ああ、大門ね。もう毎日落とされそうでもうそれで、はい、調教もあれやね、死に物狂いでやってるね。必死に捕まってます。必死に捕まってるレオは今いる2歳のテイエムサガボスっていう馬ですね。あ、はい、めちゃめちゃあの立ち上がるやつ、はい、いやすごく立ち上がるんですよね、あの馬すごいです。いやレオもよう乗ってますよあれ。まあ、次なんか他質問ある人あ、はい、あこれ難しいな。これらがこれは2択で終わった。正直手挙げた方がいい。あれですか、でも乗ったことないんで僕ら。でも距離とかでまた変わってくるんじゃないですかね。やっぱ竜の進言はでも専用も長い距離もどっちもいけますけど、ヒストリーメーカーはなんか長い距離っていうイメージが僕の中ではあります。近江騎手は、そう、僕もそうですね、距離で多分違ってきます。長ければ長いほど多分ヒストリーメーカーの方が走るような気はします。僕も金山さんと近江と一緒の考えですね。一緒の考えです。一緒の考え。それ以上はもう2人が言ってくれたんで、もうそれ以上のことはないかなって。この後に何も出てくることはないと思います。いや、じゃあレオも同じ、はい、丸投げやんか。丸投げや。他にじゃあ、はい、最後何か誰か質問。あ、他地区の騎手で佐賀競馬場以外で上手いと思った騎手を誰か。そうですね、まあ、大和さん結構気負るけど、まあ、レオからいいよ。じゃあ佐賀に来たことある人ですか？佐賀、いや他地区の普通に。中山くん、はい、やっぱ大和さんが一番上手いと思います。ペライな、お前薄ペライな、はいちゃんと見なさい、他の競馬場もじゃあ次かも。そうですね、うん、三河本さんのレースはよく見てます。上手。と吉原さんのレースもよく見てました。見ました。あ、今怪我してる。あ、いや、そうか、怪我してる。近江は誰か。そう、田中学さん、一時期一緒に乗ってたのですごい勉強になりました。
体でかいけどやっぱ畳んでね、姿勢もね、大和さんみたいな、すごい当たりも柔らかいし、はい、ベテランの中で上の方やし、はい、はあ、いう感じですね。あと誰かはまだ質問したい人いたら、あ、いいよ。あれ金山さん答えましたっけ。あ、俺はちょっと待って、俺あとなんで。はあ、小学校の時の給食は何が好きでしたか。かすごく可愛い質問が、はい、給食。でもこれってちょっと地区で変わってくるんじゃないですか。確かに僕出身東京なんですけど、どこ、ちょっと変わってくるんじゃないですか、ね、だってソフト麺とかって何、みんなあれな、袋入ってる、それでもない。ソフト麺、ソフト麺、ソフト麺出たことないです。出たことない。そう。え、まあ いや、とりあえずレオから何好き。カレーでしょ。カレー。他は何かあった、カレー以外で。フルーツデザート、肉じゃが。ほう、渋いな、はい、カモは。揚げパンとか。ああ、揚げパン、あの辺好きでした。美味しいね、確かに。はい、大宮は。僕地元でクジラの竜田揚げって出たんですけど、めっちゃ美味しかったです。それはやっぱ山口のあれな。そうです。俺何やったか、 俺答えなくていいやろ。いや、いりますよ。いる。いや、俺何好きやったかな。思い出してください。好き嫌いが激しすぎてめっちゃ残してたイメージしかないですね、僕。白飯。はい、他に何か質問。あ、はいよ。お、すごい真面目な質問。騎手になるために一番大事なことは何ですか。大事なこと。カモくん、カモくん。頭の回転ですかね。お、頭の回転。あと下半身。あ、下半身ね。学校に行くことですか。学校。競馬学校に行ったら大体全部学べます。ゴミは。僕はそうですね、なんだろう、気持ちですね。気持ち、感情論、はい、なんかそうです。もっと熱くなれよって。そうです、なんか他人に負けない気持ちが一番大事なんじゃないかな。なるほどね。レオはメンタルじゃないですかね。一緒やん。はい、一緒やん。オービーと言葉が違うけど、メンタルですね。メンタル、はい。例えばどんな。こうね、負けないよっていう。一緒お前。一緒。はい。まあ僕からは、あ、僕からは体重とかも結構管理が必要だと思うので、そこら辺も結構下半身と大切だと思います。そうですね、皆さん、残念ですがここまでのお時間となってしまったので、本当たくさんの質問ありがとうございます。ちょっとグダグダになってしまいましたけど、この後もまだまだ佐賀競馬祭り続きますので、最後まで楽しんでいってください。スクショタイム、スクショタイム、スクリーンショットできんくない。確かに。シャッターチャンス、シャッタータイム、シャッタータイムらしいです。すごい、もうグダグダ、わしグダグダ。あ、すまね。
では3名のヤングなジョッキーの方々、本当ありがとうございました。これからも佐賀競馬の応援よろしくお願いします。